皆さんこんんんここにちはこんばんはばレゴニュースのスのタッツです今回は正式発表されたレゴアイコンズ新商品のゼンガーデンレゴショップ公式ストアで始まったキャンペーンディズニー100周年やあのお城の非公式の新作予想情報など最新のレゴニュースをまとめてお届けしますまずはこちら注目の新商品10315ゼンガーデン 数は1363レゴショップ公式ストアの発売価格は15480円発売日は8月1日です美しい日本庭園の特徴を取り入れたセットです内容は茶室杉の木桜松の木アーチ状の太鼓橋竹石灯籠などです幅約3 2センチでサイズ感はこのぐらい上から見るとレイアウトがよく分かります 池にはハスの花が咲いていてますこの池にはニシキゴイが泳いでいる姿が確認できますがニシキゴイのプリントタイルはこれまで一つのセットのみに入っていたレアパーツですこの写真を見る限り本セットにはニシキゴイプリントタイルが少なくとも9枚入っています四角い穴が開いているところは桜や杉竹や石灯籠などを入れ替えてアレンジすることができます建物は茶室です 柱が池の中から建てられており、とても風流ですね。茶室の中には抹茶の入ったお椀、お茶を立てるための茶筅、お湯を沸かす釜、希釈などの道具があります。急須は抹茶を立てる際には使用しないと思いますが、イベント終了後に普通のお茶を飲むことがあるのかもしれません。それ以外にも、観光客相手の茶道体験などでは、苦い抹茶が飲めない参加者もいるでしょうから、急須が役に立ちそうです。抹茶は粉末ですが、 茶葉と急須を使う煎茶道というのもあるそうです。言うまでもありませんが、煎茶道と千車道も別物です。茶室といえば、かがまないと入れないような狭い入り口が有名ですが、本セットには採用されていません。あの方式では中が見えなくなってしまうからではないでしょうか。本題から逸れますが、茶室の狭い入り口はにじり口と呼ばれています。にじるというのは、膝を押し付けて少しずつ動く。 という意味の言葉ですにじり口は戦国時代に活躍した茶人千利休が始めました千利休は商人の身分でしたがにじり口では武士も刀を外しかがんで室内に入らなければならず茶室内は皆平等の別世界であるということを千利休は表現したかったようです千利休は豊臣秀吉の側近で大名にも大きな影響力を持つ人物でしたが 最終的に秀吉の怒りを買い切腹を命じられ命を落としました秀吉の怒りを買った原因については諸説ありますが影響力が大きくなりすぎたことを秀吉が嫌ったためというのが一般的です「狂気者」という漫画によると娯楽が少なかった戦国時代は茶の湯をたしなむことは上流階級の常識であり重要な社交の場でもあったようです千利休は茶道の達人として 大名からも一目置かれる人物でしたので、武士ではなかったにもかかわらず、かなり大きな影響力を持っていたのでしょう。本題に戻りますが、本セット、ゼンガーデンにはミニフィギュアは付属していません。欲を言えば、千利休と豊臣秀吉のミニフィギュアをつけて欲しかったです。以上、ゼンガーデンの紹介でした。レゴショップ公式ストア、キャンペーン情報。 レゴショップ公式ストアで最近始まったキャンペーン情報をお届けします VIP 特典スペースアドベンチャーライドレゴショップ公式ストアの VIP リワードセンターで2 4 0 0ビップポイントと交換でもらうことができます1人1回のみ交換できます在庫がなくなり次第終了ですこの宇宙船はクラシックスペースのデザインを採用した宇宙船型のライドですミニフィギュアを乗せて前後に動かすことができます 元々は去年10月のイベント、ブロックトーバーで、レゴストアやトイザラスで配布された購入特典用のセットです。当時は各ショップかなり早めになくなっていましたので、もらいそびれた人は今回がチャンスです。リップ特典2つ目、青いレゴミニフィギュアキーホルダー。レゴショップ公式ストアの VIP リ,リワードセンターで、なんと無料でもらうことができます。厳密には0ポイントと交換です。 一人一回のみ交換できます。VIP リワードセンターの特典ページの中のコレクショングッズというところにあります。このキーホルダーは普段はレゴショップ公式ストアの VIP 会員に無料登録した時だけもらえますが今回のキャンペーンではすでに VIP 会員の人ももらえます。VIP 特典をもらう方法スペースアドベンチャーライドと青いミニフィギュアキーホルダー両方ですが VIP 特典をもらう方法について説明します。 ビップリワードセンターの特典ページで引き換えボタンを押して引き換えコードを取得しますレゴショップ公式ストアで買い物をする際にマイバッグのココーードド入入力力欄にコードを入力しますそうすると商品一覧に該当する特典が表示されますので注文を確定させると購入した商品と一緒に特典が送られてきますマイバッグで入力できるコードは1つだけですのでポイントと交換でもらえる VIP 特典は1回の買い物で1つのみです 続いて今後発売されるセットおよび購入者プレゼントとして配布されるセットの新作予想をお届けします主に比較的信用度の高い海外 SNS と掲示板の情報ですが正式発表があるまで確定情報ではありませんのでご注意くださいレゴリース数は21258月1日発売見込みです 予想価格は159.99ドル。現在のレートで約2万3000円です。米ドルの予想価格が正しければ、国内の発売価格は2万円前後と予想します。石垣を含む城の建物、桜の木と街路樹が含まれています。石垣はツルツルしています。A フレームキャビンのようなゴツゴツした感じではありませんでした。8月はゼンガーデンと姫路城、日本がテーマの商品が2つ発売される予定です。 びっくりですねディズニー100周年セレブレーションフォトスタンドになっている3つのミニモデルのセットですミッキーマウスのミニフィギュア映写機と座席ポップコーンが付属していますので映画館がテーマのようですこのミッキーは映写技師という設定でしょうか映写機にはライトブロックが付属しているようにも見えますがまだ分かりません7月中に配布が始まるとの予想です 43222ディズニーシンデレラ城予想ピース数が4837大型のディズニーシンデレラ城ですモデルはおそらくフロリダディズニーワールドのシンデレラ城です屋根にはビルド式の花火白雪姫とフロリアンシンデレラとチャーミングオーロラとフィリップティアナとナビーンがミニドールではなくミニフィギュアで付属しています予想価格は399.99ドルですが 現在のレートだと約5万7千円です。米ドルの予想価格が正しければ、国内の販売価格は5万円から5万5千円になるのではないでしょうか。76269、アベンジャーズタワー。ピース数は5261。発売価格は524.99ドル。発売日は11月24日の予想ですが、ミニフィギュア20体以上が付属する見込みです。ほとんどがアベンジャーズのメジャーキャラだと思われますが、 通常のセットにあまり入っていないキャラとしては、ビジョン、ヘレン長博士、ウルトロンなどが予想されます。スタッツ以上、レゴアイコンズの全ガーデン新作情報、レゴショップ公式ストアのキャンペーン、レゴブロック新作予想をお届けしました。レゴブロック最新情報は、スタッツ公式サイトで毎日最速で配信しています。説明欄から行くことができますので、動画と合わせてぜひご覧ください。 この動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回のレゴニュースもお楽しみに。